クリスチャン三世は、デンマーク・ノルウェー、スレースビ公国、ホルシュタイン公国をルーテル派の国にした。クリスチャン三世が選出された流にあるストリートサンエス教会クリスチャン三世の選出では、1534年7月4日に、デンマークとノルウェーの王フレゼリク一世の息子である、スレースビ及び、ホルシュタイン公クリスチャンが、 ユラン半島東部の流にあるストリート 3S 教会において開催されたデンマーク王国参事会でデンマーク国王に選出されたことについて記述する。クリスチャン3世は1521年に開催されたボルムス帝国議会でマルティンルターの講演を聞いたことからカトリックからプロテスタントに改修しており、領内においてプロテスタントの布教を認めていた。そのため、 デンマーク王国参事会で多数派を構成するカトリックの聖職者はクリスチャンの即位に難色を示していた。1533年4月10日、フレゼリク一世の死去に伴い、6月にデンマーク王国参事会が開催されたが、クリスチャンの国王即位の支持者は、宮廷長官のモーエンスゴイ家や丸名市長のヨーアンコックなど少数にどまり、 多数派を占めるカトリックの聖職者は、クリスチャンの弟にあたるハンスの擁立を図ったため、会議は6月18日に決裂、国王選出は1年の延期となるとともに、司教支配のカトリック反動政策が復活した。この頃、ハンザ同盟の名手であるリューベックが、かつて掌握していたバルト海、北海の経済的派遣を再び取り戻そうと、図っていたこと、また、 マルメイ張ヨ用アンコックもカトリック反動への対抗から、リューベックとマルメイの利害が一致、フレゼリク一世に対位させられていた、クリスチャン二世の福井を名目に、オルデンブルク博クリストファを先導し、1534年5月にクリストファ博がホルシュタイン公国を攻撃したことから、白爵戦争が勃発、スコーネ、シェイラン島、フィュン島といったデンマーク東部は、クリストファ博の手に落ちた。 一方、デンマーク西部のユラン半島において、宮廷長官、モーエンスゴイ家は、クリスチャンの即位を決めるべく、7月4日、リュウのストリート 3S 教会で、ユラン半島の8人の貴族と4人の司教を集め、三次会を開催した。下級貴族は教会に現れたものの、教会の外に留め置かれ、会議に参加することができなかった。彼らは、官人袋の糸口が切れ、 教会に乱入し誰がクリスチャン即位に反対しているのかを知らせるよう要求した。その結果、小家に反発する貴族も押し切られる形となり、クリスチャン即位を認めることとなった。オーフスの主教はクリスチャン即位が自らの没落を意味していることが分かっていたことから、即位承認の署名をするときにすすり泣いていた。クリスチャンは国王即位に躊躇していたが、 1534年8月18日、ーセンスで国王に即位した。そして1536年7月末のコッペンハーゲン陥落、ついでその後のデンマーク・ノルウェーの宗教改革で、クリスチャン三世は王権を拡大していくこととなる。以下は、英語版に書いてあったものであり、直接利用していない。ありがとうございます。